この風車塔を見るとふるさとに帰ってきたって気がするな。そうだね、親子風車あってこそのブルールだもんね。それじゃあ私はこれで失礼します。帝国軍が近づいているようなので気をつけて。イサラ、疎開の準備は進んでる？はい、日用品以外の荷造りは済んでいます。帝国軍が近づいているようだから日が暮れる前にはブルールを立とう。マーサさん、兄さんが帰ってきました。お帰りなさいませ、ウェルキン坊ちゃん。マーサさん、坊ちゃんはないだろう。僕はもう22歳になるんだよ。それに走ったら危ないよ、もうすぐ赤ちゃんが生まれるんだろう。走ったってすぐ生まれたりしませんよ。これが5人目なので慣れたもんです。こんにちは、あの、ウェルキンいますか？あれ？アリシアじゃないか。どうかしたの？さっきのお詫びにと思って。はい、これどうぞ。え、もらっちゃっていいの？私ね、パン屋に住み込みで働いているの。戦争が始まってからはお店は休業中なんだけどね。保存食用の硬いパンだからちゃんと調理して食べてね。私の手作りだから味は保証するよ。すっごく美味しいんだから。ありがとう。まあ中に入ってよ。そんなことがあったんですか、坊ちゃん、大変でしたね。それにしても可愛いお嬢さんだこと、坊ちゃんも隅に置けませんね。え？そんなんじゃないよ。アリシアには危ないところを助けてもらったんだ。そうなんです。それに私たち知り合ったばかりですから。これからお友達になれたらいいなって思ってます。そうでしたの、坊ちゃんをよろしくお願いしますね。おいおい、マーサさん、だから坊ちゃんはないだろう。あの壁にかかっているのはギュンター将軍の写真？うん、それは僕が生まれる前の写真だね。立派なお父さんね。あれ、将軍の隣に写ってる方は？私の父、テイマーです。父は技師で将軍の戦車を設計していました。え、でもイサラさんって将軍の娘さんじゃ。両親は私を産んですぐに事故で他界しました。一人残された私を
将軍は幼女に迎え入れてくださったのです。うん、だから僕とイサラは血のつながらない兄弟になるんだよ。立ち入ったことを聞いちゃったかな。いいえ、気にしないでください。二人とも私の大切な父ですから。そっか、そうだよね。あ、もうこんな時間。私、そろそろ失礼しますね。兄さん、アリシアさんを送ってあげてください。残っている荷物は私たちがまとめておきますから。ありがとう。じゃあアリシアを送ってくるよ。ごちそうさまでした。それじゃあ失礼します。だいぶ寂しくなってしまったね。帝国との緊張が高まってからほとんどの人がブルールを離れちゃったんだ。ブルールから人がいなくなるのは寂しいことだけど、いつかみんなが安心してふるさとに帰れるように私たち自警団がブルールを守らなくちゃね。うん。ウェルキンはお父さんのように軍人にはならないの？うん、僕は軍人ではなく教師になりたいと思っているんだ。え、そうなの？小さな頃から動物や昆虫、草花が好きでさ。自然からはたくさんのことを教わったよ。父は軍人としてこの国を守った。でも僕は軍人としてではなく、僕なりのやり方でこの国を守りたいんだ。ウェルキンなりのやり方？うん。なんだろう、気になるな。何の音？この音。ってことだ、親子風車が。アリシア隊長、帝国軍の奇襲です。敵部隊が町の中に侵入してきた模様です。待機中の自警団員を緊急招集して、ここは私たちで食い止めましょう。敵は風車塔広場にいるようだ。僕も手伝うよ。メルキン、ありがとう。行きましょう。それでは作戦を説明します。
作戦を開始します。みんな、私たちでブルールを守りましょう。これより風車塔広場にいる帝国軍を攻撃します。目的は敵部隊の隊長を倒すこと。隊長を倒せば指揮系統が乱れて町の人たちが避難する時間を稼げるかもしれない。わかった、気をつけていこう。ちょっといい？今から説明することをよく聞いて。
まずいな。今の僕たちの武器では戦車に歯が立たない。悔しいけど一旦ここは後退しましょう。メルキー、この大通りから東の路地に抜けて、そこなら戦車も追ってこられないはずだから。あとなるべく障害物に隠れながら移動してね。戦車の砲撃をまともに食らったらおしまいよ。よし、行くぞ。そこだ。Thank you.
ルギー戦車よ。私の出番ね。行動開始する。よし、なんとか振り切ったぞ。アリシア、この後はどうする？悔しいけど、戦車まで出てきたんじゃ、とても町は守りきれない。こうなったら、町の人を一人でも多く脱出させましょう。大通りの門で敵を食い止めてみる。少しでも脱出する時間を稼げるように。わかった。それじゃあ僕は家に戻って、イサラとマーサさんを連れてくる。気をつけてね、ベルキー。